学校法人吉田学園は、北海道札幌市中央区に本部を置く、学校法人。1956年、北海道手塩郡演別町にて、吉田福松が創立した、北海取山専修学院が前身である。現在は、札幌市内に大学と専門学校と、社会福祉法人吉田学園福祉会を設置している。 所在地学科所在地交通アクセス公明の、変遷学科所在地交通アクセス公明の、変遷本館国土交通大臣指定校学科、所在地交通アクセス公明の変遷施設、mm、hmm. 本館学科、先行所在地交通アクセス公明の変遷施設、本館学科所在地交通アクセス公明の、変遷本館学科所在地交通アクセス、本館学科所在地交通アクセス、 学科所在地交通アクセス詳細は、田中牧子文部科学大臣としてお参照4年生の札幌保健医療大学の認可申請を行い、大学設置、学校法人審議会により2013年4月の認可答申が出されていたが、田中牧子文部科学大臣の判断により、大学新設は認められないこととなった。しかし、11月8日には、 田中牧子文部科学大臣が決裁し文部科学省から翌春の解説を正式に認可した旨の連絡が電話で伝えられた。ありがとうございます。